はい、どうも、ゆたです。今回はアーム類、リアラテラルリンクのリア側とフロント側、あとリアトレーディングロッド、動画で変えたと思うんですけど、なので、ちょっとこれからアライメントをお店に頼んでやってもらいます。じゃあ、ちょっと早速行ってきます。はい、じゃあ今、アライメントが終わって、今一応大黒パーキングに来てます。大黒パーキング、まあ平日の昼間なんで、仕事をしてる人たちの車ばっかりですね。週末の夜みたいな車はいません。で、一応キャンバーですね。こっちが調整前、フロント2度半、キャスターが5度50分で、トウが2.4で、左もまあ2.30分、6度20分、3.1で、トータルで5.5ですね。で、後輪かキャンバーがそれぞれこんな感じで、トウもこんな感じで、これは自分でアーム類変えて調整してないんで、後ろはこんだけずれてるんで、まあ、わかるんですけど。で、調整後のフロントがこちら。キャンバーがマイナス3度30分、3度半ですね。キャスターが5度50分。で、あとは、なんだ、トウですね。トウイン、トウアウト。一応、ゼロで合わせました。まあ、結構 WRX 系は前後00が多いみたいなんですけど、そうですね。で、リアがちょっとマイナス気味にする人もいるみたいなんですけど、僕は00にしました。リアもトータル0ですね。で、キャンバーは2度半、2度30分ですね。で、今ここに来るまで、ちょっと首都高湾岸走っただけなんで、そんなに、まあ、わかんないんですけど、まあ、フロントの、そのステアリング切った時の反応というか、回答性というか、はすごくいいですね。スッと入ってきます。もう、なんていうんですかね、フロントのお釣りというか、遅れも、ステアリング切った時のラグもなく、スッとついてくる感じで気持ちいいですね。ちょっと外から見てみましょう。外調3度半なんで、あんまり映像じゃ分かりづらいかもしれないんですけど、結構まあついてるはついてます。これ分かりやすいかもしれないですね、この角度だと。結構ここも内側入りましたね、ホイールが。こんな感じです。で、リアは2度半なんで、こんな感じですね。アームがちらっと見えない あ、見えた。
ントのキャンバーの方はこのアッパーマウントで調整してますんで、下のキャンバーボルトはいじってません。でこんな感じですね。でここにちょっとだけ隙間あるんですけど、あとちょっとだけまだキャンバーつけれるっていう範囲なんで、まあついても4度いくかいかないかぐらいだとは思います。はい、一応アッパーマウントはこんな感じです。一応じゃあこんな感じでアライメントは終わりましたんで、はい、こんな感じで終わりたいと思います。